お疲れ様です。お疲れ様です。今日から一応ドラマクランクインということで、皆様どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。眠そうっすね。あ、俺ピックアップ。そうっすね。ちょっと全然ぼーっとしてた。そうっすね。言うて俺多分一番眠くないよこの中じゃ。こいつだと思うよ眠いの。眠いっすね。何時起きたんすか。3時半です。もうちょい寝れたでしょ。起きなかったよ。もうちょい寝れたでしょ。目覚ましを3時半にかけただけの人間だから。こちら女性陣の皆様です。よろしくお願いします。お願いします。あ、いいね。かっこよく見えるよ。今日からもともとかっこいい。今日から罪けがれの撮影がですね、2泊3日でスタートします。そうですね。ただいま時刻朝8時25分です。はい、そうですね。こんな朝から大丈夫ですけど。よし、本番、3、2。記事的にはあっちの山の中に町があったみたいな。葵ちゃん、オッケーです。まっすまだ亮太セーフは使わないと思います。たぶんめっちゃ寝つけわかるね。目立つ正解だ。ピンクで正解だ。ピンクだしね。手でよかったね。おお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 おちょっとまあ大丈夫。左にびっくり。見つかる。いきます。本番、3、2。おお。びっくりした。こんな山の中で何してるんですか。いや、そりゃこっちのセリフですよ。あのこの辺りにあったっていう町を知りませんか。こっち。あ、これ。はい、OK です。漏れてるな。漏れてるは面白すぎる。上からの光。上からの一番漏れてるの亮さんだ。反応の山の中漏れるよ。一度いけるよ。はい。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。今あの山のシーンと今回のあのスケジュールっていうのをですね、ちょっと皆さんにお見せしたいと思います。はいはい。こんな感じにね、なってるんですよ。あ、これは言っています。2泊3日で3日目は割と予備日というか取り切れないところのシーンなんですけど、そうですね、まあ、2日目とか4時起きなんですよこれ。今日も7時半にこの土井長に集合して撮影してみたいな。で、うん、見てくださいこのシーンの数を。これカット数じゃないですか。シーンの数ですか。どうすんだよ。うわ、めっちゃこれシーンありますからね。これはやばい。僕作ってて地獄だなと思いました。シーン 何まであるんですか。シーン42まであります。さすがにキモいっすね。いや、キワドいですね。シーン4、これでもね、だいぶで削減したんですよ。ちょ、尺がちょっといろいろ心配だったんで、割とどうしようもなく切ったところとかって結構いっぱいあって。なるほど。タケルとかが、うん、あの公平とかが街に来る下りとかをもっと丁寧にやりたかったんですけど、うんうん、どうしてもちょっと柵の都合でそこ切ることだった。それでもシーン42まである。やば。絶望。オッケーです。オーマイガード。オーマイガード。オーマイガード。よし。ありがとう。ラスト、りょうた。目がかゆい。目がかゆい。花粉のメガネがオドロケチ、過酷。ね。二人とすれ違ってた時に泣いてたのがあっちだから。マジかよ。悲しい事件が起きてしまいました。こちらをご覧ください。ご臨終です。
はこの中にいます。それは鈴木亮太さん、あなただ。どっけ、ドレ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 。できれば女子が良かった。起きてた。できれば女子が良かった。できれば女子が良かった。で、多分サクラの顔を見るのは最後のサクラさんのセリフだけ。他はずっと淡々と喋ってる感じで。で、そのサクラさんまで行きたいです。それって町にさせたんじゃない？だってここって消えた町なんでしょ？じゃあどうやって帰るんだよ。とりあえず歩いてみませんか。目的地には入ってますし、夢の秘密に近づけたってことですよね。そうだね。案外普通に住んでる人もいたり。オッケーです。ちょっと何回か撮るからその間でいいよ。とりあえず何回かいろんなカットでやります。神聖な魂を食べたいからここへいざなってたんだよ。それ、それ、それ、もう一つあるんだよね。一人お疲れ様です。お疲れ様です。今は何位中ですか。今は鼻かんで。お前じゃねえよ。今は着付け中です。着付け中、はい、着物警察だ。着物警察だ。割とちゃんとしてますよ。まあ、そうなんですよ。さくらさんはですね、実は日舞をずっとやれてる方なので。当のしんのすけと言います。今日からしばらくの間この家でお世話になるものです。当のしんのすけと言います。今日からしばらくの間この家でお世話になるものです。お疲れ様です。はい、初日、撮影初日、まだありますが、晩ご飯です。あと、お花見席を用意してくださいましたね、河原美さん。本当に綺麗なんだね。本当に素晴らしい。いい時期に来たのだね。じゃあ、いただきましょうか。はい、では、はい、本日一日お疲れ様でした。でした。いただきます。どうも、クローバーフィルムズです。現在、我々のチャンネルでは、はい、実際に映像化してほしい怖い話だったり、都市伝説だったり、実体験の話だったり、そういうものを募集しています。動画のリクエストは動画のコメント欄かこちらの URL に直接応募してください。はい、ではどしどしご応募お待ちしておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。